トイストーリーマニアは世界のディズニーパークにあるアトラクション。公式ロゴ、ミッドウェイというロゴは日本のパークにはない。ディズニーピクサー映画トイストーリーシリーズの世界観をモチーフとした 3D 映像を駆使したシューティングアトラクション。3D メガネをかけたゲストはトラムというライドに乗ってトイストーリーのキャラクターたちのシューティングゲームを楽しむ。トラムにはカラフルな大砲。 シューティングローディットシューターが装備されており、シューターについている紐を引っ張って弾を発射して的を狙っていく。シューティングゲームとスコア発表はすべてスクリーンで行い、ゲストが乗ったトラムが順番にスクリーンの前に止まってゲームを行う。トイストーリーをテーマとしたシューティング型ライドアトラクションにバズライトイヤーのアストロブラスターがあるが、それとは異なりゲームの的や背景。 矢などはすべて CG で再現している。アメリカの2つのパークでは2010年5月下旬により、トイストーリーさんの公開に合わせ、当映画の新キャラクターを登場させリニューアルされた。一部ゲームのキャラクターや的が変更されたが、ゲームの内容はリニューアル前とさほど変わらない。東京は映画公開後のオープンのため、リニューアル後のものが導入されている。パイスロープラクティスブース。 パイスロープラクティスブース、ウッディー、バズ、ジェシー、レックスキャラクターが持っている敵にパイを投げる。練習用ゲームなので点数には入らない。ハムエッグ、ハムエックス、ハム、バターカップ卵を投げて動物の的に当てていく。レックスとトリクシーの恐竜ダーツ、レックストリクシー SD のダーツ、レックス、トリクシー風船をダーツで割っていく。 グリーンアーミーメンシュートキャンプ、グリーンアーミーメンシュートキャンプ、グリーンアーミーメンサラをボールで割っていく。バズライトイヤーのフライングトーサー、バズライトイヤー、S フライングとサース、まずエイリアンマイナスエイリアンやロケットにリングをかけていく。ウッディのルーティントゥーティンシューティングギャラリー、ウッディ S ローチントーチンシ小チンギャラリー、ウッディ、ジェシー大敵にゴムの矢を当てていく。このゲームのみ。 途中でトラムが動きながらシューティングをする部分がある。ウッディのボーナスラウンドアップ、ウッディ、S ボーナスラウンドアップ、ブルズアイ、プロスペクターマイナス的にゴムの矢を当てていく。高得点の的が複数登場する。最後に登場する大きな的は最初は500点だが矢を当てれば当てるほど1000点、2000点、5000点と上がっていく。パイスロープラクティスブース。 パイスロープラクティスブース、ウッディー、バズ、ジェシー、レックスキャラクターが持っている敵にパイを投げる。練習用ゲームなので点数には入らない。ハムエッグ、ハムエックス、ハム、レックス卵を投げて動物の的に当てていく。ボーピープのバルーンポップ、ボピ、エス、ベルーンポップ、ボーピープ、羊、BG 風船をダーツで割っていく。 グリーンアーミーメンシュートキャンプ、グリーンアーミーメンシュートキャンプ、グリーンアーミーメンサラをボールで割っていく。バズライトイヤーのフライングトーサー、バズライトイヤー、S フライングとサース、バズ、エイリアンマイナスエイリアンやロケットにリングをかけていく。ウッディのルーティントーティンシューティングギャラリー、ウッディ S ローチントーチン小鎮ギャラリー、ウッディ、ジェシー大敵にゴムの矢を当てていく。 ウッディのボーナスラウンドアップ、ウッディ、S ボーナスラウンドアップ、ブルズアイ、プロスペクターコ得点特典の的が複数登場する。また、ライドの間隔調整などの際には、それぞれのゲームに合わせた0点の的が出現し、シューティングの練習ができる。名称は、アメリカの2パークでは、ホールドタイム、東京では、ブレークタイムとなっている。最後のスコア発表のランクは、 のラウンドアップに登場したた動物たちで表示されるその後にトラム内のベストスコア、1時間のベストスコア、今日のベストスコア、今月のベストスコアも発表される。トラムに搭載されている液晶モニターには自身のスコアと命中率が表示される。リニューアル前のものは今日のベスト3のスコアと今月のベストスコアが発表されていた。ディズニーカリフォルニアアドベンチャー版は ピクサーピアに設置されている。外観は東京版に似たビクトリア時代のカーニバル風になっている。以前はシングルライダーを実施していたが2010年に廃止された。ディズニー・ハリウッド・スタジオ版はこのアトラクションと同時にオープンしたピクサーアニメーションスタジオを再現しているピクサープレイスに設置されていたが2018年6月にオープンした。 トイストーリーランドに吸収される形でトイストーリーランドに位置するようになった。アトラクション内部の旧ラインは東京版と似た演出となっている。2012年に約115億円の投資をし、アメリカンウォーターフロントの新エリア、トイビルトロリーパーク内に設置された。正確な場所はブロードウェイミュージックシアターとアメリカンウォーターフロント救護室の建物の間の奥。 もともと平面駐車場の一般用価格のあった場所、エリアおよびアトラクションとともに新ショップスリンキードックのギフトトロリーなどもオープンした。内容はディズニーピクサー映画トイストーリーシリーズを題材にした TDR 発の 3D 映像を使ったライドアトラクション。おもちゃ箱に入り込んだゲストは 3D メガネを装着したままトラムと呼ばれるライドに乗り込み、 トイストーリーに登場する仲間たちと一緒に立体映像の様々なターゲットを狙うゲームに参加する設定となっている。アトラクションおよび新エリアの外観は古き良き移動遊園地をイメージとしている。アトラクションの入り口には高さ8メートルものウッディの顔が設置されている。ウッディの口から入るとそこはアンディのおもちゃ箱となっており、ゲストは知らぬ間に おもちゃの大きさになっているといった演出がなされ、待ち列には巨大なトランプやおもちゃが設置されている。ウッディの顔から入りおもちゃサイズとなったゲストは、トラムに乗って、アンディのベッドの下に入りゲームを楽しむという演出になっている。ファストパスの発見機は、トイビルトロリーパークの奥、スタンバイ用ーラインの左側に8台、設置されている。なお、他のアトラクションと異なり、 ファストパス発見所はチェーンで区分けされているため、発見が終了した場合は、スタンバイの旧ラインとして使われることがある。オープン前の6月26日から7月3日に、かけて、スニークプレビュー、7月5日にプレスプレビューが行われた。7月5日より、ディズニーリゾートラインにて、キャラクターがラッピングされた、車両、トイストーリーマニア、号の運行が開始された。 2013年3月31日まで運行された。オープン初日はスタンバイ列は4時間を超える長蛇の列ができ、待ち時間の表示は最大で400分待ちを記録した。列はケープコット方面へ向かうハドソンリバーブリッジ付近まで伸びた。ファストパスの発見も開園から約1時間で終了した。オープン5発の3連休だった7月14日。 土曜日にも400分待ち、7月16日月曜日には過去最高となる500分待ちを記録した。お盆休みの初日である8月13日月曜日にも500分待ちを記録した。オープン当初からスポンサーはついていなかったが、2015年7月1日より、顔がオフィシャルスポンサーとして提供を開始した。スリンキードックのギフトトロリースリンキードックのギフト,トロリーは、 トイビルトロリーパーク内にある路面電車のトラム型のワゴンショップでトイストーリー関連のグッズを販売している。ショップがワゴンのため販売しているグッズは少なめ。設定はトイビルトロリーパークを作ったトイビルトロリーカンパニーで使われなくなった車両をグッズを販売するワゴンとして再利用したというもの。トイボックスプレイハウストイボックスプレイハウスは ミスターポテトヘッドの愉快なショーを楽しめるエリア。自分で耳のパーツを外したりできるミスターポテトヘッドのオーディオアニマトロニクスが設置されている。ミセスポテトヘッドも恋で参加する。アメリカの2パークにも設置されている。ブルズアイのカーニバルコラールブルズアイのカーニバルコラールはミニゲームを楽しめるエリア。一家3つのゲームが設置されている。なお、コラールとは 英語で家畜の檻のこと。トイ・ストーリー・マニア。チャレンジ7月9日から8月31日までの期間限定で行われた体験型プログラム。ゲストはトイ・ストーリーに登場するキャラクターに関するクロスワードを解き、パーク内にいるお助けキャストを探し出してキーワードを聞き出すミッションに挑戦する。クリアすればゴール地点でフレンドシップメダルがもらえる。 東京ディズニーシー新アトラクショントイストーリーマニア2012年7月9日グランドオープン決定 TDS 新施設トイストーリー4時間待ち500分待ちを記録 TDS トイストーリーマニアを体験してきたありがとうございます